してシュート打った太田、シュート決まった。太田和樹のゴールが決まりました。見事です。アスルクラルもまず1点を先制しました。太田は今シーズン2点目。今は非常にくさびを入れながらいい感じでその前を向いてプレーができたアスルクラル沼津が先制です。17番太田和樹は岩田の、出身、岩田東高校の出身です。今の場面藤原が落とし、ここですね、